V 型12気筒は、レシプロエンジン等のシリンダー配列形式の一つで、シリンダーの配置が V 字型のエンジンにおいて、変番区に6気筒ずつ、合計12持つことから呼ばれる、本項目ではもっぱらピストン式内燃機関のそれについてもべる。V12 と略されることが多い。第一次世界大戦から第二次世界大戦までの軍用機に、水冷ガソリンエンジンが広く用いられた。 特に欧州では高性能なエンジンが開発され、イギリスではロールスロイスマーリン、ドイツではダイムラーベンツ DB600 等が挙げられる。アメリカではアリソン V-1710 が開発されたが、主流とはならず空冷性型エンジンの性能向上が進んだ。日本ではドイツ製 V12 エンジンのライセンス生産が、海軍用は愛知航空機、陸軍用は 川崎航空機でそれぞれ行われたが、どちらも生産技術や資材の問題から量産に手間取り、実戦投入後もトラブルや整備難で稼働率は低かった。結局、V12 エンジン向けに設計された水星と3、式戦闘機の胴体があまり、代わりに空冷性型エンジンを搭載し、水星33型とも式戦闘機として登場させる事態となった。 圧倒的なパワーが出せるだけでなく、レイアウト上ピストン運動のすりこぎ運動を完全に抑えることのできる V12 は古くからスーパーカーの象徴であった。林義正は理想のエンジンを作るなら、磁気力か V12 の二形式以外ありえないとしている。フェラーリでは一時期、レーシングカーから市販車まで生産される全ての車種が V12 エンジンを搭載していたほどで、 一シリンダーあたりの容積を車名の排気量表示としていた。フェラーリやランボルギーニなどの V12 は専用設計だが、変バンクを直列6気筒エンジンと共用したり、あるいは V 型6気筒エンジンを2つつなげた設計も多く、こうした部品流用の都合がつきやすいのも V12 のメリットである。世界初の量産 V12 エンジンは、 米国パッカードのジェス・ジー・ヴィンセントにより開発されたツインイコール6で1916年のツーリングモデルに搭載されたものである。ピストンはアルミニウム製でシリンダーブロックのバンク角は60度で 3000rpm85 馬力を出力した。なお、V6 の量産成功が1950年。 V10 は1991年なので V12 の歴史はかなり古い部類である。乗用車の V12 はガソリンエンジンが一般的であるが大型のトラックバス用としてはディーゼルエンジンが多い。また2000年代のディーゼルエンジンが次世代環境技術として注目を集めていた頃、乗用車でもフォルクスワーゲングループで V12 のディーゼルが採用されていた。 日本の国産乗用車では、トヨタ GZG50 型センチュリーが、古今東西唯一の搭載車であった。また、大型バスにおいては、三菱重工業が、日本国有鉄道自動車局の要求仕様に対応させるべく、V6 エンジンを2機連結した形状の V12 エンジンを開発したことがある。21世紀に入ると、V6 エンジンや V8 エンジンでも設計。 製造技術の進歩や下級機の高性能化、あるいはハイブリッド化などによって十分な高出力化が可能になり、V6 エンジンや V8 エンジンと比べて、もともと高コストで、サイズも重量も大きく、燃費や CO2 などの温室効果ガス排出量といった環境性能で劣る V12 エンジンの搭載車種、グレードを減らしたり、開発、製造自体をやめるメーカーまで現れている。 2017年に Z50K センチュリーと 1GsFE の生産終了で乗用車、トラックバスレーシングカーまで含め現行の日本車全体から V12 は消滅した。ただし海外の高級車にはまだ残っている。会一では1950年の開幕初年度からフェラーリに採用されている。またホンダ、ヤマハ、ポルシェ、アルファロメオ、ランボルギーニ、フォード、 ルノーなどが V 型12気筒エンジンを投入していた。ホンダが1965年に日本メーカーとして初の優勝を飾ったのも V12 であった。しかし振動の問題を解決した、よりコンパクトで空力面のメリットが大きい V10 が流行ると下火になり、2001年以降はレギュレーションで使用不可となっている。なお実践投入が実現されなかったものとしては、 バブル機のイスズの P799W が有名である。また2000年代トヨタで V 型12気筒エンジンの投入計画があったが、参戦直前の規則変更で V10 エンジン搭載が義務化されたため、お蔵入りとなった。スポーツカーレースではグループ C 規定下のジャガーの XJR シリーズやメルセデス C291、LMP 規定の BMW V12LMR、 アウディ R10、プジョー908ハディファップなどが V12 を採用し、いずれもルマンを制覇している。これらのうち R10 と908はディーゼルターボの V12 であった。ただでさえ重い V12 をさらに重いディーゼル仕様にするのは一見パッケージング的に不利そうに見えるが、V8 で当時のルマンで要求されるレベルの耐久性とパワーを両立しようとすると、 大規模な補強が必要になり、むしろ重くなってしまうとのことであった2021年現在も、規則上は参戦可能であり、アストン・マーティンが、ハイパーカー規定のバルキリーでの参戦計画を、明かしているが、これは延期となっている。現行の GT カーでは、唯一、アストン・マーティン・バンテージのグループ GT3 規定車両が、V12 を採用している。 第二次世界大戦で使われたドイツの V5、6号戦車やそれらの派生車種のエンジンは、排気量23リットルのマイバッハ製 HL230 ガソリンエンジンであった。現行搭載車種過去の搭載車種、デイムラー W6V 型12気筒エンジン主にディーゼル機関車に搭載されている。DD13 型に搭載されていた。 直列6気筒の DMF31 系エンジンは、ターボチャージャーを装着しても500馬力と非力だったため、これを改良、発展させた1000馬力クラスのエンジンが要求されていた。これを受けてターボ付き V 型12気筒の DML61 系エンジンが1960年代に開発され、艦船用の DD51 型や、入れ替え用のデジュー型などに搭載されている。 JR 移行後は JR 貨物の DF200 型に引き続き V12 エンジンが採用されている。また、キハ181系などの機動車に搭載されている DML30 系エンジンは水平対向エンジン同様の気筒配置に見えるがバンク角180度の V12 エンジンである。ありがとうございます。